皆さん、えー、こんばんこばは直言,直言のです、えー、今日はですね、えー、エマニュエル・トットが最近発表しました、えー、言葉ですけれども「えー、長年熟考の結果、えー、私はアメリカの力の崩壊こそ地球に平和をもたらす第一歩であるという結論に至りました」ってすごいこと言ってるわけですね。 長年実行したと私はアメリカの力が崩壊することこそが地球に平和をもたらす第一歩という結論に至りましたと言っていますまあエマニュエル・トッドは日本は核武装すべきだとかですねソ連の崩壊を予想したりいろんなことをしてきたまあ大変有名な政治評論家兼人口研究家 人口問題でですすねこの研究家としてても知られているわけであります、えー、たくさんの本が結構翻訳されておりまして私も3冊ぐらいトッドの本を読んでるんですけれども、まあ、そういう中であのこういう形でアメリカの力を崩壊させることが実は地球の平和をもたらすんだとこれもトッドが行の末ですねじっくり考え考え考えした結果こういう結論を得たということを言っているわけであります。 そういうことはまたちょっと別の枠でも私今日のフロントジャパンでも言っておりますのでぜひこれはちょっと聞いてもらいたいと思うんですけどもこの意味をちょっと皆さん考えてもらいたいと思います。つまり我々の日本はトッドが崩壊させた方が地球のためになる。 平和のためになるというそのアメリカに全面的に頼っている頼るというよりも、まあ、いわゆる奴隷状態で、えー、何でも言うことを聞くようなそういった上下関係の中に、えー、あるわけです日米安保条約というのは実は総務的なパートナーとしてのものではなくて実はこうやれああやれと言われたら「へい分かりました」とやるような。 そういう状態のものがまあ、実にうまくまるで我々の国が本当に主権国家であるかのように予想をいながら実は全面的にほとんど百パーセントと言っていいほど、えー、まああのアメリカの従属下にあるということ、これを示すものであったわけであります。えー、これに対して今回この世界的な評論家であるところのエマニエルトッドがアメリカの力の崩壊こそ 地球に平和をもたらすこういういことを言ってるわけです、ね、これイスラエルやイランあの今の戦争あるいはウクライナとロシアの戦争、えー、あるいはアフガンいろんなところで、えー、アメリカは民主化と自由化反独裁とかこういうことを言いながら各地で戦争を起こしそしてそこの国の利権を奪う、えー、主権を奪うこういうような形でまあ あの行ってままいりました、えー、皆さんご存知のようにですね、えー、かつてそれは、えー、イギリス大英帝国が20世紀前までには行ってきたことでありました世界を支配し軍事的にも情報的にも、えー、あるいはそういったような世界支配のコントロールこれを、えー、シティロンドンがやってきたそれは今、えー、ウォール街と、えー、ロンドンにあるシティといわれる金融の中心センター これが実は世界のの中枢を握っってていいるる支配の源泉となっているこういう中でアメリカはどうだったかというと実はそのシティの影響力はロシアルの中心に変わりませんけれどもいわゆる頭脳はシティでもその頭脳が考え出したいろいろなアイディアやプランやこういったものは実はアメリカにが筋,力筋肉として。 具体的に動く筋肉として強大な軍事力やこういった政治力を持って支配を続けてきたところが今言ったようにそのアメリカ自体が崩壊の危機にあるトランプ対ハリスという大統領選に象徴されるようにあるいはアメリカがこれまでそういうものを保ってきた唯一の支えであったワスプ まあ、いわゆる白人が中心の、えー、社会、えー、それは同齢制解放までは、えーまあ、はっきり言いますと黒人の安い賃労働を頼って、綿、え、花、ー、や工業繊維を作ってきた、それがなくなったとき、今、さまざまな南米や中国から、えー、こういった辺りで移民という形で、その安い労働賃金を、えー、補ってきた。 でその上に中産階級と上流階級のアメリカの白人社会があったというこういう構図が今壊されようとしているわけであります。民主党と、えーまあ、いわゆるあの共和党なんですけどこれまでは金持ち階級の味方が共和党そして労働者階級の味方が民主党という見方がありましたけど。 これはもう今、全然違う逆になっているトランプの出現でこういった右と左で区別がつかないような状態そしてこの間、の討論で,です、ねえー、平井さんという、えー、経済安保アナリストの方が、えー、中国の政治構造、金持ちがも,うものすごく大きな えー、GDP のうちのですねその収入というものを自分たちが握って、えー、膨大な数のいる、えー、貧乏人は本当にわずか 1%2% の金、えー、しか持っていないこの構造が実はですねアメリカの構造が中国の共産党政権と全くそっくりであるということが出ましたつまり中国とアメリカというのはこれだけでは言えないかもわかりませんが。 同じような全体主義国家だということであります少なくとも全体主義国家に変わってしまった、えー、アメリカにいた、えー、奴隷制黒人の奴隷こういったものをベースにして成立していったアメリカの中産階級、えー、こういったものが消滅して、えー、いわゆる金持ちと貧乏人に分かれてそれが今や中国共産党のエリート金持ちと貧乏人の農民階級。 この構造と全く二つにアメリカ中国がなってしまったこれは中国とアメリカの総理的なあの関係えに中米のえ似たような関係で、えー、見ることもできるわけでありますが外交関係としてもつながりやすい環境であるということところが、えー、今言ったようにこの問題でエマニュエル・ドットが アメリカの力を削ぐ、つまりイギリスのロンドンシティですね金融センターのシティの,の脳髄を使ったさまざまな世界支配計画を筋肉としてのアメリカが軍事力やさまざまなものを使って行ってきたその体制が崩壊し始めているしかし頭脳は変わらないシティのウォール街とその軍事力ですね軍産複合体あるいは国際金融資本 あるいは食料メジャーやエネルギーメジャーこういったもの自体が今変貌しつつあるそしてこれをなくすことが世界平和の根っこになっていく地球に平和をもたらすなるほど、えー、強大な核戦力やそういうものを持ったアメリカが分裂状態に陥る例えば共和党的なアメリカあるいは中、えー、民主党的なアメリカ 例えばニューヨーク州とかこれユダヤの人が多いところですねニューヨークとかカリフォルニアとかこういうところの国と中西部を中心とした白人の支配層が多いこういう国に2つに分かれた時この国同士は争うようになるんじゃないかこういうものが進んだ時私たちはこの基準でアメリカが善でありロシアや中国やこういったものはみんな悪であるというような いわゆる左右のイデオロギー的な形でこの問題を考えられなくなってきているということだと思いますエヴニアル・トントのこの十行の末アメリカの力の崩壊こそという訂正で,ですね世界に平和をもたらすということですねこれは極めてリアリティのある話だと思いますただ力の空白が生まれたとき各国に それぞれぞの核戦力を持った国たちは一体何を始めるか私たちの国は最も持つ権利のある核兵器を、えー、放棄したまま考えないまま、えー、韓国で言えば6割から7割が核武装に賛成してにもかかわらず我が国はとてもそんな状況にないだからこそ不和来道型の強いものや言葉巧みなものにすぐに わーっとくっついて新しい星だ、なんだらかんだらやっているような大衆のこの日本の国、えこういう中で私たちは核兵器も、まあ、はっきり言えば嫌な言い方でございますが、しっかりと伝えれば国民はわーっとなるだろう、命に関わる問題だったら立ち上がるだろう、そういうことも考えるわけであります。石破内閣自体が えこういったもので、えー、あまりにもえ空っぽの頭の小泉進次郎これが国民の信頼を失った人気があると言われた河野太郎も全然総裁選制裁を欠いて下の方に行ったそういう中でつなぎとして石破というもの岸田のいわゆる傀儡として、えー岸田えー、石破がいたとしたら早急に 国民の力でという形で石破をクビにしなければならないこれをやらなきゃいけないわけですそしてではじゃあ次の段階んん何があるかもちろんこういうディープステートと言われるような人々は日本をいかにうまく支配するかコントロールするかということを考えてますから当然こういう中で次の世代 アメリカいわゆるバイデン政権的なものもしかしたら11月のあれでだいぶ変わるかもわかりませんけれどもどちらの政権にしろ日本に従属的な立場を広くすることは間違いありませんその時我々がどうするか一番の問題は核武装を言い出す,ことです今度選ばれる選挙で選ばれるそういう政治家の中にはそういうことを言ってくれる人がいることを期待しますが。 私たちも次の参議院選挙には何とかそういう候補者を出して金がないから出られませんでした組織がまだ小さいから出られませんでしたこういう中で日本の最後のギリギリの今言ったアメリカに頼りきったアメリカの崩壊と同時に日本を崩壊させてはならないそのためには 私たちは軍事力、真の軍事力、核兵器を作る潜水艦部隊による、私は16世紀体制の原子力潜水艦部隊、核兵器搭載のこういったものを作るべきである、これによって抑止力を高める、その間にさまざまな富国強兵政策、外資に土地や企業や人間を売るのではない、われわれの国に。 えー、集めることはよくても今言ったように日本人の中に自主的なそういう流れを作っていくこれを我々は目指さなければいけないと思います実際皆さん日本人の心は本当に残ってるんでしょうか私はある意味で言うと否定的なことを言わざるを得ませんしかしどこか何かあった時自分の命や家族の命 そして国の危機が起きた時私は、えー、ここまで来た人間として、えー、日本国民総合の、えー、決起を、えー、期待するそれしかないと「えー、諸教諸侯を頼むに足らずこの上は、えー、総合の死を窮護して立ち上がるしか策はほかになしと」と、えー、こういった提案をした日下玄瑞という明治維新の青年志士 鎌倉御門の戦いで戦死をし自決をしましたがこういったような形で最後の砦はいつも日本の国民であるこのことを改めてあのその頼りなさや曖昧さや臆病さ卑怯さこういうことを痛切に自覚しながらもにもかかわらず我々はいつか立ち上がるこのことを期待し希望しつつ、えー、今日もそして土曜日我々は 渋谷八甲前に集まります石破内閣打倒この一点であります、えー、超党派ですからどなたが集まっていただいても、えー、構いません、えー、ぜひですね、えー、渋谷八甲前十五、えー、時からでございます、えー、お集まりいただければと思いますみんなの力でこういった売国カルテットね 野田こう言いますねそして菅石場岸岸田ここに書いてあります岸場わざと言ってそれを合わせてるんですよ岸場です菅、岸場ですが、うん、はい菅ですね、えー、何か、えー、なのだと野田ですねはいということであります、えー、ぜひ、明日、 明後日ですね。明後日、土曜日渋谷で皆さんとお会いしたいと思います。今日は以上です。